日本語コンテペイ日本語学習者の皆さんをいつも応援するポッドキャスト今日はブルースリーのように生きるについてはいおはようございます日本語コンテペイの時間です皆さんよろしくお願いします今日も20分ぐらいですねできるだけ自然な日本語を できるだけ自然な速さで話していきますから、えー、頑張ってね、聞いてみてください、えー、この僕の話し方はですね皆さんが、うんまあ、書店とかでね、本屋であの買うあの CD 付きのね、日本語の,あの勉強の本とかありますね CD のついてるもう最近ないの <laughs> いや、ありますよねでああいう、ね、音声に比べるとね、ものすごい自然ですから あのねあんな日本語の喋り方は変です本当に変もうねなんかねあのスペイン語とかあのそういう教材もですね割とね自然なものがね最近多いんですよね,ねあのネイティブに聞かせてもねああまあまあいいんじゃないこのオーディオブックみたいなね感じなんですけど日本語のねあの音声 CD やあの不自然さ不自然ですよえ、ね なん,なんであんなにね演技するの演技しすぎでしょう。「はい」はい、じゃないな「えー、こんにちはトムさん元気ですか?」みたいな「あと、えっ」と「キムさんおはようござい違うそんなんじゃないそんな自然じゃないなもっとねもっと不自然です僕はできないあんな不自然なね、えー、トムとキムは「あできないなできない」 僕はできないそんなね不自然な話し方はできないですよ。なのであんまりねそういう不自然な話し方の、ね、CD をね何回何回何回聞いても、えー、日本人の、ね、日本語は分かるようにならないです。日本人の日本語が分かるようになるためには、ね、日本人の日本語をちゃんとね理解できるようになるためには日本人の日本語をたくさん聞く。もうこれだけです。これだけ もう簡単な話です。僕もねスペイン語を勉強しています、ね。そしてスペインに住んでいます。ね、それで、えー、スペイン人のスペイン語を理解できるようになりたい。ね、なので僕が,僕がしていることはスペイン人のスペイン語をたくさん聞く。ポッドキャストや YouTube でたくさんたくさんたくさん聞く。もうこれだけ。えー、子供がですね夜9時ぐらい寝るのかな夜9時ぐらいに寝ますね。 で僕が寝るまでまあ十二時ぐらいまで3時間ぐらいね時間があります3時間ぐらい僕が何をしているかというと YouTube でねずっとねスペイン語を聞いてるんですうんあとね、えー、ポッドキャストポッドキャストを聞いている、えー、僕はねどっちかというとポッドキャストは、えー、あのー、やっぱり何かをしているときに聞きますねただですねあのおすすめできないこと いいますできないことこれは例えばあの他のことをしている時でも頭を使うこと例えばですよあのなんかこう調べ物をしますねネットで調べ物をしたり、まあ、ネットでですねインターネットでいろいろなね記事を読んだりねアーティクを読んだりしますよねでそのまあそれを例えば自分の母国語、ね、例えば皆さんが英語母国語 英語を母国語とする人であれば英語を,ね英語を読みながら日本語の鉄平を聞くこれはやめてくださいこれは無理です絶対に意味がないし絶対にね皆さん集中2つのことに集中できないそういう2つのことに集中はできないえそれはねもう分かってますよねもう理由を言う必要はないですねもうあの日本語を聞きながら英語を読むなんてしかも全然関係ないことですよ 絶対でで、ね、でききなないいす同時通訳者でもできない。だって同じ、ね、日本語を聞きながら英語を、ね、読むでも同じ内容のものを、ね、やっているんだったらまだ分かりますけどあの日本語コンテッペを聞きながらあの英語でね例えばあのドナルド・トランプについてのニュースを読むとかそんな両方に集中できるわけない。ね、たまにいるんですよそういう人が、ね。なんかニュース とかあの自分の、ね、母国語で見ながらあの日本語のポッドキャストを聞くとかいやそんなのね絶対ねもうほぼ意味ない、うん、はっきり言って時間の無駄です、うん、あの集中して早くそのニュースを読んででその後ねまたあの一つ一つやった方が絶対いいです一つ一つ本当にもうあの まあ、ゼロとは言わないけど、まあ、5%ぐらいは意味あるけど95%ぐらい意味ないんであの意味ないいいいこととは、ね、僕は僕やめた方がいいと思います、はい、同時にやった方がいいというのは僕が言ってるのはです、ね、例えばあの料理をしながら、ね、料理でもあの新しいレシピとかじゃなくてじゃがいもうジャガイモを、ね、こう切って茹でるとかもう,もう何回もやってることで体が、ね、勝手に動くじゃないですか、ね、野菜を切って。 スープを作作作るとか、もうそういうい単単純純業、ね、単純な作業なです。ね、もう簡単なこと、ね、そういう簡単な作業、ね、簡単なことをしながら日本コンテップを聞くこれが一番いいと思います、ね、あと掃除、ね、だから料理そして掃除洗い物洗濯物、えー、もうこういうね単純なこと単純なことをしながら、えー、日本コンテップを聞く、ね、これがいいと思いますでき,るできればですねイヤホンをつけて うん、そっちの方がいいいと思います、はい、で、えー、あとは外を歩くね家の中を歩いてもいいですけど、まあ、そんなにね広い家に住んでる人もあんまり多くないと思うんで外を歩く、ね、外を歩きながら「えー、日本コンテッペ」を聞いてください「うん、走る」はねちょっとね疲れないですか大丈夫ですかね走りながら聞くとかねマラソンしながら聞くとかそれねどうなの 疲れてあまり聞けないと思うんですよねやっぱり単純労働単純な作業あとは単純なあの運動ね歩くとかね、まあ、それぐらいのことをしながら聞くのが一番いいと僕は思いますはいえー、で今日はですね <laughs> 今日はですね今日のテーマに戻るとブルース・リーのようにね生活するブルース・リーブルース・リーのように生きる 何を言ってるんでしょう僕はねこの人は何を言ってんだとね思,う思っている人もいるかもしれないですけどあのですね、えー、さっきねニュースの話ドナルド・トランプとかねそういうニュースの話をしました。ねでねあの特に今年2018年ですね毎年ですよ2017年も,年も2016年も2015年もね二千十もう毎年毎年もう毎月毎月毎日毎日世界中ではねいろいろなことが起きてます。 もう本当に色々なことがねあの大きなことから小さなことまで、ね、小さなことっていうともう本当にね <laughs> 人のことなのに小さなことっていうのもどうかなと思いますけどなんかクスッとくるようなニュースとかあるじゃないですかクスッとくるようなニュース、ね、なんかあのあよかったねみたいな、ね、ニュースとか <laughs> あのそういうのも含めていろいろなね こうことが、ね、世界中でで起こるんですね、まあ、大きなことで言えばあの大統領選挙とかね、えー、あとはなんてあの、まあ、戦争とかねそういう、ね、紛争とかそういうのは大きなことですよ。でですねあでこれあのブルース・リーブルースースリについてですけどブルース・リーの,あの僕は本をね読んだんですね読んだ時か、まあ実際オーディオブックを聞いたんですねブルース・リーの、えー、バイオグラフィー。 ねえー、バイオグラフィーをね、えー、聞いたんですでねあの本っていうのはかなり厚いですよね、まあ物によりますけどそのブルース・イーの本はものすごい厚いあの僕は聞いたんで30時間近くね聞いてたと思いますで、まあ、本っていうのはその内容ものすごい厚いものすごい量があっても あの本当にねその中で自分の心に一生残るものっていうのはもう本当にワ、ね、ンセンテンスとかツーセンテンスぐらいなんですよ本当にもう本当に1つ2つぐらいしかないんですよでそれでいいんです本っていうのはねそういうもんですただねその1つのことがものすごいね心に残るで僕はブルース・リーを読んでですね一、えー、つね本当にねそれはこのこ心に残ったものがあのー、ブルース・リーはですね あの世の中に、えー、ついて、ねえー、世界についてあんまり興味がなかったとい,うよりもというよりもこれが大事世界について興味がなかったというよりもですよ、ね、世界に対してあんまり、ね、興味を示してないように見えたんですねでもというよりも己の,、ね、自,分の自分の肉体、ね、自分を高めること自分を強くすること、ね、それに、えー、より,、ねよりえー、重きを置いた。ね まあそういうい内容でしたねだからブルース・リーにとっては世界でいろいろ起こっていることこれは大事だもちろん大事だけどそれよりもですね、えー、自分を高める自分をですね、えー、自分について自分のに、まあ、あの時間を使う、ねまあ、そ,れでそれによってですよでもブルース・リーがやってたことはあの自分で修行して自分が強くなるだけではなくね結局あの生徒ね生徒 ブルース・リーの教室にあの道場にね通う生徒通う人たちにまたその教えたりねそしてまた映画を作りましたね映画にたくさん出てね映画を作ってあ,あとはねいろいろないろいろなまあまあ,あの活動をしているんですよだから全然ねその世界とあの社会とですね社会とつながりがなかったというわけでは一切ないあんな,あんなにねあの。 今,今でもですよ未だにいだに、あのー、世界中の人をね、えー、元気づけている、ね、世界中の人に影響を与えている、ね、インフルエンスでね影響を与えている人はそんなにいないですから、ね、だからブルース・リーはその全然ね引きこもりだったわけでも何でもない、はい、社会とつながっていましたにもかかわらずです、ね、ブルース・リーが大事にしていたことはあくまでねパーソナルな自分のトレーニング 自分をね高めるこれを大事にしていたわけですはいでブルース・リーのように生きることについてこれはですねやっぱりですねあのほとんどの人世界中のほとんどの人はやっぱりこう社会をね大事にし大事にしてるというか、まあ、社,会社会をねまず第一に考えあと自分をねまあ自分のことはあんまりそんなにしないうん まあ、例えばですよやっぱり、あのー、友達と会ったり、ね、友達と会ったり家族と会ったり、まあ、大事ですよあとは知り合いあったりフェイスブックとかもあるんで、まあ、たくさんの人をね関わってたくさんの人の誕生日やたくさんの人の,その子供そして兄弟まあいろいろな、ね、人の誕生日とか結婚式とか、まあ、いろいろそういういろ,いろなイベントに時間エネルギーを使って自分のことをね 一切でできててないい人って多いと思うんですねで自分のことが一切できないでそれでやっぱりフラストレーションを抱えているで僕はですね、あのー、人間というのはソーシャルな生き物だと思うんで、ね、人に会って人と関わって生きていった方が絶対にね健康だと思いますね引きこもりで誰とも関わらず生活するよりもいろいろな人と関わって、えー、多種多様なですね 多多種多様な,色々なあいいところは吸収し悪いところは、えー、反面教師、ね、逆に学ぶことも多い、ね、そして生きていく、ね、それが大事だと思います。にでもですねそれでもやっぱりこうバランスというものがありますねバランスがあるのであんまりですね他人に他人に他人にあの 他人のペースですね。やっぱり生きていきてしまう。これはですね、人生を大事に使えることには全くつながりつながらないです。ね。やっぱりこう他人他人のペースでですね。やっぱこう社会の他のもののペースでやっぱり生きてしまうことになるんですね。自分の自分の生活は自分で守らないといけない。ね。自分の時間は自分で作らないといけない。ね。で、ブルースリーのような生き方は僕はね、すごいね。 今大事になってきてきいいると思いますでこれはブルース・リーで話すとまあ,あの理解してくれる人とね理解してくれない人がまた出てくると思うんですけど分かりやすく言うとですね村上春樹村上春樹もまさにその通りで、えー、これど,どうしてね村上春樹の小説が世界中でこんなにね受け入れられているかこれはですねこういうあのついついね社会に振り回されてしまう 私たちのですね僕たちの人生ねで生き方に、えー、村上春樹の小説のね主人公たちは、まあ、まあ本当にねブルース・リーのねような生き方をしているわけです。でブルース・リーは肉体をね、えー、高めるでももうトレーニングをする修行をすることによって、えー、こう自分,自分とね向き合う時間を作っていたけど村上春樹の主人公たちはもっとね,もっと,ねもっとお気楽な感じですよ。もっと、ね、もっっととねねあのー もっと楽しそうですよ <laughs> 例えば例えばね本当にあの一人でね散歩をしたりね料理をしたりねそしてサンドイッチを食べたりねでビールを飲んでね規則正しくね一人で規則正しく生活するんですねそれでも引かこう引きこもりのようにあのなんかこう悲しそうではないんですねなんかこう文化的なね匂いがするわけです文化的な香りね なぜかというと主人公は本を読むしね本をたくさん読むし、えー、なんかこうモテるしね <laughs> モテるしでたまにねやっぱり女の子とかが出てきて女の子にモテるし、ね、なんかこう引きこもりのようなねこう反反じゃないのこう社会との,あの遮断を感じないわけです。でもやっぱり自分の生活を大事にしているというのはねすごくわかる。ね。 あの好きな音楽を聴いて好きな食べ物を食べてお酒を飲んでね女の子とデートして、えー、まあいろいろなことが起こってね、えー、苦しいことも多いんですけどでもねやっぱ自分を持っている感じがあるんですね自分は自分でいいと。うん、で世界に対してね社会に対して興味が、えー、ないように見えて実際興味あるあるけどやっぱりねやっぱこう自,分自分をねまず第一に考え、ね、そして社会にも関わっていく。 で今言ったことですよ自分を第一に考えるこれがですねこうついつい自己中心的ではないかとね、えー、例えば世界で起こっていることを一切気にせずですよ、えー、アフリカの貧困アジアの貧困や、えー、中東の社会情勢、ね、あとはあのアメリカの政治そしてヨーロッパ、ね、とブレキシッと、ね、いろいろありますよねブレキシットとかいろいろ。そういうい世界の流れにあの目を 向けずねえー、自分の肉体を鍛える、ね、ブルース・リーのようにトレーニングをするあ村上春樹のように文化的生活をたしなむあとは僕のようにですよ <laughs> スペイン語の勉強、ね、英語の勉強をと,とことん続けていく、ね、皆さんのように日本語コンテッペイを毎日聞く、ね、アメリカの大統領選挙よりも日本語コンテッペイの方が大事だみたいな、ね、そういう生き方っていうのは普通ですね。 やっぱり批判されます普通やっぱりそれはちょっとセルフィッシュじゃないかとねちょっとインディビジュアルディズムの極みじゃないかねそういうふうに考える人も多いこれは実際、まあ、そうですでもねでもあのじ,ゃあじゃあ皆さんがですよじゃあそれでねあのなんかセルフィッシュとか言われる筋合いがあるのかといえばね筋合いというのは何でそんなこと言われなきゃいけないんだね ブルース・リーのように、ね、まず自分を大事に考えて自分の,大事に自分の、ね、修行を一に考えてでも結局あのそれが、ね、あの結果として社会とつながることになる先生に、ねそのえー、マーシャルアーツの先生になり、ね、アクターになり、ねえー、ハリウッドで映画を作りハリウッドで作ったのかな、まあ、香港か香港で映画を作りそれが世界中の人に、ね、影響を及ぼす。 なんであので自分のことを、ね、一番に考えているようで結局、ね、世界それが世界とつながる、えーまあ、ツールになっているんですね、ツール、ね。だから彼はトレーニングを自分へのトレーニングをすることによって、えー、他の人に影響を与えた村上春樹もその通りで、村上春樹もそういう、ね、小説を書く。 ねまあ、デタッチメントの小説とか言われてましたけど結局ねアタッチメントしてるんですね世界,に世界にコミットするような小説になってしまったんですね結果としてだから僕は語学学習というのはその,その似てると思いますねそういう修行、ね、そういうトレーニングに似ていると思います一見ですね社会から自分をね遮断して もう本当に語学学習、語学学習、語学学習、ね、語学勉強、勉強、勉強、勉強日本語、勉強、日本語、日本語、やってるように見えて、ですよ見えてそれがきっかけですね数年後、まあ、ちょっと、ね、数年ぐらいはやっぱかかります、でも数年後には日本語というものがきっかけになって人と出会ったり、人と話したり、実際、この日本語鉄平もそうですよね、えー、皆さんと、ね、日本語というこの孤独な戦い、ね、孤独ですよ。 孤独な戦いを通して、えー、僕と皆さんのつながりが生まれているこれはね素晴らしいことですだからマラソンに似ているやっぱりね語学学習はマラソンに似てますあのー、サッカーじゃないですねフットボールじゃないベースボールじゃないチームワークじゃないですそれぞれが一人一人、ね、孤独にやっていること、ね、ただあのいやマラソンじゃないな ギターとかに似てるような気がするんですね。僕はギターを弾くしなぜかというと一人一人が練習してます。でもね、たまに会ってこうジャムセッションをしたりとかね、一緒に弾くと楽しいんですね。だから、あの語学学習もですね、普段皆さんが一人一人で勉強して、そうやって、まあ、たまにですね人と話す機会があって、でそれでね、やっぱりこうジャムセッションをして、まあ、そうう人とも楽しめる。でも基本的にはまた自分の、えー、孤独なね トレーニングに戻っていく。これがですね、語学学習というもんじゃないかなと思います。ブルースリーのような生き方、皆さんどう思いますか？ね、僕はね孤独だけどね、やっぱりうんなんかこう美しい生き方だなと思いますね。それでは皆さんまたチャオチャオアスタレゴ。